見えない運命踊る人々人生はラプソディ塚の間時間を刻んで踊る幕が降りる日まで悲劇のシナリオ演じた人に捧げましょう。テネシー・ワールズ。悲劇のシナリオ演じた人に捧げましょう。テネシー・ワールズ。テネシー・ワールズ。